はい、こんにちは、今日はですねこちらプラントベースフードフェスティバルということで、ベジンジャーズのみんなで、アワードがこの後あるんですけど、ベジンジャーズの中では、僕とあと一ノ瀬めいちゃんと、マウンテンバイクマウンテンアスリートの池田裕樹さん、そして、その奥さんのアスリートフード研究家のさやさんが、受賞というかノミネートかされるっていうことで、この後、受賞式があるので今日はそこに潜入したいんですが、その前にこの先ほども言ったフードフェスティバルっていうのが別で、一緒の場所で開催されているので、ちょっとそんな様子もおまけで入れていきたいなと思います。会場の中こんな感じでございます。ちょっと実はもう時間が終わりでして片付け作業なんですが、まあ、こんな感じでブースが出てたりとか、歩いていいんですかねこれは、まあ、レストランさんのブースがあったり、あとはこういう植物性の食品とかを作られている方もいるし、お菓子を出している方もいるし、服とかを出している方もいるみたいな感じです。料理を提供するところの中にはもうこの裏ですぐに作って出来たてを提供するっていうところもあるみたいです。なんか毎年アワードの同時開催でこのフェスティバル自体も開催されているみたいなんで、こっちをメインに来られる方もいるし、アワードに出る人もこっちも来るしみたいな感じでやられてるみたいです。いましたんで、早速ですね池田夫妻見つけましたんで突撃したいと思います。すいません、池田さんですか？池田です。茶番すいません。今さやさんもお願いします。じゃあベジンジャーズの池田夫妻発見しました。先ほどもご紹介したんですけど改めてお願いします。あ、池田裕樹です。ベジンジャーズメンバーマウンテンアスリートです。よろしくお願いします。お願いします。そして池田さやこです。アスリートフード研究家です。よろしくお願いします。今回、ここの3人、ベジンジャーズからここの3人と、あと一ノ瀬めいちゃんがノミネートされてるんですけど、あ、いますね。一ノ瀬めいさん、ちょっといいですか？すいません、揃いました、ついに。あ、じゃあちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？はい、一ノ瀬めいです。シンプルシンプル。今回はベジンジャーズは、まあ、この4人、はい、が、ノミネートされたということで、まあ、ちょっとなんか2022年でこの1年間、貢献した人っていうか頑張った人に贈られる、まあ、ノミネートされるものだと思うんですけど、なんかこの1年特に頑張ったみたいなことがあったら一個ずつちょっと聞いていきたいかなと思ってますので、じゃあ、はい、いきますか。一ノ瀬さんから、はい、はい、どうぞ。そうですね、私で言えば、この前になりますが、ちょうどこの4人で初めてベジンジャーズのトークショーをやった、その企画ができたっていうのが、こうベジンジャーズを知ってもらう機会を作れたっていうことで、ヴィーガン界に貢献したと思っております。おー、なるほどじゃあ次ははい、あ、じゃあどうぞ先に言った方がいいかな。この1年はそうですね、コロナとかもあったんでオンラインで例えばハワイとかとつないでいただいて、プラントベースの講座をさせていただいたりとか、なんかこうオンラインでもつながれた1年だったなと思って、なのでオンライン講座とかも何回かやらせていただいたりしたんですけど、また、今年来年に向けてさらにこういうオンライン上の世界も広がっていくと思うので、いろんな逆に方に語りかけるチャンスかなと思うので、アスリートとちょっと栄養学プラントベースを掛け合わせて、まだまだ皆さんにたくさん発信していけたらなと思います。素晴らしい、すごい、もうインターナショナルですね、はい、じゃあ最後ゆうきさんお願いします。はい、いや、まあ、さっき言ったコロナもあって、僕の大会がほとんどなくて、まあ、その中で何ができるかっていった時に、やっぱり、みんなと一緒にやった講演会もそうだし、アスリートが伝えられるその、まあ、プラントベースを通したエシカルな、まあ地球環境保護だったりとか、人の健康だったりとか、そういうアスリート以外の
面の発信っていうのがこの1年結構できたんじゃないかなと思って、そうですね、まあ、今日もそうだし、今日もベジンジャーズのアピールにもなると思うし、で京都のエシカルウィークもそうだし、で先週もアーシングマーケット東京っていうところで講演したりとか、結構そういう競技以外の面で発信することができる機会が増えたっていうのが、まあ、今回ちょっとノミネートされる要因になったのかなと思ってます。いやでも本当にベジンジャーズが集まれてあ大丈夫です、僕は、はい、いや大丈夫です、いやいやいや、じゃあ島さんがこの喋り方よ。バイバイ。ベジンジャーズもう一人、みえちゃんです。今年1年特に、はい、この界隈で頑張ったことを今一人ずつ聞いてるんですけど、今年1年頑張ってます。そう、まあね、イベントを今年からビーガンマーケットを開催を、はい、させていただくことになりました。でもなんか頑張るってよりもなんか楽しいから、それに頑張れるっていうのが一番かもしれないから、なんかみんなでもっとベジ会を大きくしていきたいです。はい、みえちゃんでした。ごめん止めて。バイバイ。ってことで島田さん、はい、忘れてなかったでしょ、はい、何でしたっけ、1年、はい、でもやっぱりそれなんでしょうね、なんかあんまり表立ったことよりかは家具か、家具、そうね、ああマルシェね、はい、ベジンジャーズベジっていうマルシェを新しくこうやってみたりとか、ビーガンとか、地球環境に優しい家具のブランドやったりとか、まあ、でもやっぱ僕は一番やっぱベジンジャーズのみんなでいろいろワイワイ、こう表に出なかったけどワイワイやれたこととか、こうやって YouTube 始められたっていうのが一番大きいし、むしろこれからの方がこう貢献していけることは大きいのかなって思ってるんで、楽しみにしていてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、これから受賞会場に、行きたいと思うので、じゃあこれからはこの中の様子を、はい、ぜひご覧ください。もしかしたらね、この中から誰かが、ね、受賞する可能性もあるので、まあまあまた終わったら話を聞ければと思います。じゃあみんなで行きましょう。レッツゴー。聞いてないのよだから。一足先に会場に入ってまいりました。ちょっと暗い感じで、これから赤い段のいいですね、一時は上がってみたいですね、一回はね、上がったことないんであれですけど、赤い段の隣にスクリーンもあっていいですね。会場内はもしかしたら受賞する人と、てか参加する人と、まあ、そうじゃない関係者とかはもしかしたら入れるのかもしれないですね。一応こういう席もあって、向こう側にレッドカーペットっていうんですか、はい、があるような感じですね。で受賞するとあそこに上がると、まあ、ちょっとねベジンジャーズの中から受賞する人が出るかどうかちょっと楽しみですね。ちょっと部門何があるんだろう。受賞の部門ちょっと分かんないけど、はいって感じです。向こうに今ゆうきさんが入ってこられたんですけど、ちょっと見ていただいていいですか。ででー、清掃です。はい、本日の清掃やっぱり、はい、やっぱユニフォーム、アスリートたるものもう見て分かる通りユニフォームで。だってユニフォーム、はい、アスリートであることを一番清掃なんじゃん今日。清掃、やっぱ TPO に合ってる。さすがです、先輩。だってユニフォームだからね。そうやね。皆さんこんばんは。ビーガンアワードの審査委員長を務めさせていただきます予防圭一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ビーガンアワード2022一
人目の受賞者は、アスリート賞に輝きました池田勇気様です。やば、取って。いやー、ユニフォームが大事ですね。望む姿勢。それでは、投票の日を。やりました。ゆうきさんやりました。ビーガンアワード2022アスリート賞。池田ゆうき様。あなたは日本人としての崇高な理念を持ち、アスリートの立場から、ビーガニズムの向上に尽力されました。ここにその功労を称え、本賞を授与いたします。おめでとうございました。めでたい。いやもうゆうきさんにはこのアスリートをね、牽引してほしいです。本当にお願いします。先輩、この度はアスリート賞という本当名誉ある賞をいただいて誠に感謝しています。ありがとうございます。アスリートとして2014年からプラントベースの食生活を取り入れてアスリート生活をしているんですけれども、いまだにやっぱりプラントベースって力が出るのとかスタミナが足りないんじゃないかとか多くの質問をいただくんですけれども、全くそんなことなくて、むしろ食生活を変えてからの方がパフォーマンスも上がって優勝回数も増えてしてます。置いとけばいい。そういう意味でも一般の人にとっても、アスリートが大丈夫だから投げる決して栄養が足りなくなるとかそういうのが気にしてほしくないし、そういうイメージを払拭するためにもアスリート活動と食生活を発信していきたいと思っています。で、そのアスリートなんですけれども、たまたま今日僕アスリート賞という賞をいただいたんですけれども、日本の国内にもたくさん菜食のプラントベースのアスリートいるんですよ。で、今回僕以外にもノミネートされた3名のアスリート仲間がいるんですけど、この中でベジアスリートが集まったベジンジャーズっていう仲間を作ってるんですけど、インストラクターのアカウントもあるので、ぜひ皆さんベジアスリートの活動をチェックしてほしいと思います。お願いします。僕自身のアスリート活動として、自然の中で行うマウンテンバイクとトレイルランという種目で、すごい素晴らしいスポーツで、自然の中でやるスポーツということで、自然の大切さを体感しながらスポーツをできるんですね。で、その中でやっぱりこの地球環境の自然環境本当に素晴らしいんで、どうやってこの後世にこの自然を残していけるかっていうのをすごい考えさせられるスポーツでもあるんですね。で、今僕たちができること、一番手っ取り早いのはやっぱり食事かなと思っていて、1日、3食、2食の人もいるんですけど、毎日できる環境アクションということで、そういう、アスリートでも大丈夫、一般人でも大丈夫、手軽に始められるプラントベース食生活を発信していけたらなと思っています。今日は栄えある賞をいただきありがとうございました。すげえ、やったぜ、ゆうきさん。すげえ。続きまして、先輩、お願いします、これからも。2人目は、山下選手で、今週、ロケットで活動され、テレビの音を多く、あなたは日本市民としての崇高なビーガンアワード2022大賞エクストミーツ株式会社様、
やってやってやありがとうございましたありがとうはい、今授賞式終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。もう見てわかると思うんですけれども、ゆうきさんアスリート賞おめでとうございます。ありがとうございます。ついにやりましたね、ベジンジャーズから。ベジンジャーズから出ましたアスリート賞。本当に名誉ある賞をいただいて感謝しかないですね。はい、アスリート賞ってだって去年までなかったですよね。そう、新しい多分賞の種類。いやでも本当にまあもらったけど、なんだろう、なんかみんなの代表でもらったっていう感じで、みんな いたからこそかなと思います。本当にありがたい。ありがたいな。でもこれがね、また来年マスイッチ賞があるとすればね、ベジンジャーズもいっぱいいるし、ベジンジャーズとしても面白いから、繋いでいきたいですよね、アスリート賞はね。いや本当にね、アスリートやっぱすごいポジティブな力で伝えられると思うから、この流れ作っていきたい。いやもうでもそれがゆうきさんでね、完璧だよね。先進切ってもらってここから繋いでいけたらと思います。いや本当に改めておめでとうございます。ありがとうございます。来年頑張ろう。すごい。うん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 。